こんにちは。ピラティススタジオ e クオリティインストラクターのみゆきです。今回は綺麗な後ろ姿を作るエクササイズを2つ紹介していきます。このエクササイズはうつ伏せの状態から行っていきます。肩の真横に手のひら、足を腰幅ぐらいに広げておきましょう。では息を吸って準備します。吐き出しながら両腕を頭上の方へと伸ばし、背骨を少し床から持ち上げておきます。吸いながら背骨を反らせながら腕を回して、手のひらを骨盤の横へ近づけていきます。吐く呼吸で肘を曲げて、ゆっくりまた腕を伸ばして頭上の方へと伸ばし、背骨も戻して低いラインを作ります。吸いながら平泳ぎの掻き手のように胸を優しく前に向けるようにしていきます。で吐いて肘を曲げて、手のひらを肩の横、ゆっくりと背骨を下ろしていきましょう。これを5回から8回ぐらい行ってみてください。さあ、2つ目のエクササイズを紹介します。両腕を頭上の方へと伸ばします。さあ、次のエクササイズは腕と足を対角線上にバタ足のように動かしていきます。一息吸うごとに5回、吐くごとに5回、体を動かしていきます。ではやっていきましょう。息を吸って準備します。吐き出しながら両腕と両足をふわりと持ち上げておきます。この時にコアの力を使って体幹をしっかり安定させておきましょう。では準備してください。せーの、吸う、2、3、4、5、吐く、2、3、4、5、上に上にと持ち上げるように意識をします。吸う、2、3、4、5、吐く、2、3、4、5、あと1回いきますね。ラスト2、3、4、ストップ。吸って伸びを感じたら吐き出しながらゆっくりと下ろしていきます。さあ、こういう体を反らせるエクササイズをした後は腰をしっかりストレッチするエクササイズを取り入れていきます。ではゆっくりと体を起こしましょう。で、背骨を丸めて、ふわっとももとお腹の間には少しスペースを作っておきます。では息を吸って、お腹の締めを少し感じ、腰から背中、優しく背骨周辺の筋肉を伸ばしたら、吐き出しながらゆっくりとリラックスします。もう一回いきましょう。吸います。で吐いて、次の呼吸でゆっくりと背骨を積み上げるようにして戻ってきてください。さあ、今日も気持ちよくエクササイズはできましたか？ピラティスで楽しく美しく健康にお過ごしください。